iPhone15 どうよ。 iPhone15 を36回払いで買いたいから言い訳を作る雑談やっていこうかなと思います。はい、皆さん昨日のアップルちゃんの iPhone15 発表会はご覧になられましたか？ルルカもね、一応皆さんと見ながら iPhone15 どんなもんかなって見させてもらいました。で、ルルカ iPhone15、ちょっと気になってる状態です今ね。もともと買おうかなと思ってたんだけど、ぶっちゃけた話、そこまでめちゃくちゃ魅力があるかと言われるとどうなのかなみたいな感じのねものが出たんです。そんな iPhone15 の発表会があったわけなんですけど、じゃあその iPhone15 欲しいと思ってるルルカ、現時点でどんなスマホを使ってるかっていうところなんですけれど、言い訳作りなんでね、とりあえず今自分のスマホにこういう不満があるから、じゃあ iPhone15 にしたいよってねお話しなきゃいけないわけなんで、じゃあルルカ今使ってる端末、一応ね購入履歴の方を調べさせてもらいました。今ねルルカがこの動画ライブで撮ってるのもその端末になってるんだけど、2021年3月に購入している iPhone12 ってものを使っています。今度15が出るっていうことなんで、現時点では2モデル、古いモデルかな、型落ちのモデルで、新しいのが出たら3世代古いねモデルって形になっています。ただね購入日から考えると2021年で、現状が2023年9月ってことになってるので、ちょうど2年半使ってる感じになってますね。2年半、使ってるんじゃないかなと思います。それなりにだってね、スマホ、iPhone に限らずだけど、Android もそうだけれど、スマホってマジで毎日使うものじゃないですか。ルルカが毎日使う家電ってなってくると、 iPad はね使わない日もあったりとかするんだけど、基本的に MacBook Pro、 ルルカね必ず使うんで、 MacBook Pro と iPhone かな、この2つはほぼほぼ毎日使うっていうアイテムになってるんで、2年半毎日使ってるって状態で、特に故障もなく快適に使うことができて、現状ね普通に使ってる分に関しては基本的に不満はありません。ただ強いて言うならばね、スペックとかの問題ではなくてね、普通にネットとか使ったりゲームやっても不便はないんですけど、強いて言うのであれば現状不満点としてはここね、現状の不満点、ルルカこの iPhone12 に関しては 128GB モデルを購入しちゃったんですよね。安かったからって理由があって、で128を買ってしまったことによって、普通に多分使う人に関しては128でも大丈夫って方は多くいるんじゃないかなと思うんですよね。別になんだけど、ルルカに関しては iPhone で動画撮影をしたりとか、それこそ写真撮影をして、動画に使うための写真撮ったりとかっていうのを使うもんで、やっぱねちょっと128だと日々どんどん圧迫されていくんだよね。で現状だともう結構パンパンになってしまっていて、動画を撮るたんびに Mac に移すなりとか、削除するなりをしないといけない状態になってるの。なんで、2年間半使っていて唯一不満点があるとするのであれば、容量が足りないってことになってる。なんで、今容量が足りない iPhone12 を使ってて、これからも撮影とかしていくっていうところを考えると、新しい iPhone そろそろもう2年半も使ってるしね、欲しいなっていうところになってきてるんですよ。ではでは、じゃあその iPhone15、買うべきかってところになってきて、今現状では容量が足りないっていう不満点のみを抱えているルカがね、要はだから iPhone15 買うべきかってところなんだけど、今回一連のライブ配信を見たんですよ。ライブじゃないか、普通に動画になってるやつなんだけど、アップルさんの新商品発表だから iPhone15 の発表があったわけなんだけど、それを見させてもらって、iPhone15 どんな感じかな、ワクワクって見ていたんですけど、それを見終わった結果として、ルルカがね、この iPhone15 欲しいなと思った部分、いいなと思った部分に関しては、もともとルルカ今 128GB を使ってます。なんで、256GB ね、256GB を買えば容量に余裕ができるんで、ニゴロモデルが買える、別にこれ15に限ることではないんだけど、ニゴロモデルがあるな、いいなっていう全然15関係ないじゃんっていうところプラス、唯一 iPhone15 じゃないと実現しない部分としては Type-C になるっていう部分ね、ここの2つ、この部分だけがルルカ的には欲しいなと思う点だったんですよ。その他に関しては、今回新たについた機能としては、前回の14のプロにしかついてなかったのかな、ダイナミックアイランド、なんか画面のノッチの部分だよね、邪魔になってる部分のところが、ちょっと今までのモデルより良い部分になるみたいな部分と、あとチップとかはもちろん新しいのになる。あと何かな、あと今までね、あまり必要じゃないかなってルルカも正直思っていた音をつけたり消すやつ、消音にするやつついてるところに、なんか自分の好きなコマンドを入れられるみたいなボタンが追加されるみたい、そこの部分が消えてっていう、前々からねそのボタンってぶっちゃけ物理的に必要なのかなっていう感じのボタンだったんだけど、ついにそこの部分が消えて、ポチッと押すとなんか自分の好きなやつを入れておいて発動するみたいなのができるようになるらしい。
まあ、そのぐらいなのかな。であと一応まあ本体も頑丈になったりとかする部分もあるみたいなんだけど、まあ、基本的に形もそんなに変わらないし、現状のモデルでもルルカ iPhone 結構雑に使ってるんだけどほぼほぼぶっ壊れないし、まあ、スペックに関してももちろん新しいのになればなっただけ、ね、毎日使うことになってるから今別に不満を抱えてなくても、例えば処理するのに1秒2秒かかっていたやつが1秒になったりとか、まあ、そういうのを考えていけば一応なんかコスパとして、コスパ？タイパっていうのかな、タイムパフォーマンス的には良くなっていくのは間違いないと思うんだけど、まあ、強いて言うんだったらルルカが今回15欲しいなっていう理由がここだけになってるんですよね。でじゃあルルカが iPhone12 から15に買い替えると考えた時に、で iPhone15 はいくらで買えるのかってところになってくるんだけど、はい、こちらになってます。ルルカは128買っても仕方ないじゃん。今ルルカが iPhone12 に対して不満を持ってるのは 128GB を使っている、ね、足りないところにしか不満を抱えていないんで、じゃあ、ね、当然だけどニゴロモデル買わなきゃしょうがないよね。でニゴロモデルを買う場合なんですけど、お値段が139,800円になっています。いかがでしょうか。まあ、個人的にはまあこんなもんかな、まあ、高いは高い、もちろん高いは高いなと思うんだけど、139,800円で、ルルカに関しては36回払いを考えています。36回払い年数で言えばそう3年ですね。まあ、これがアップルの純正のローン、なんかペディってやつがあるんだけど、それが一応36回払いなんだよ。別に48回でもいいと思うしね、多ければ多いほど、まあ、金利手数料が無料ってのが前提だよ。金利手数料払ってまで分割で買う必要はルルカはないと思ってる。なんだけど、まあ、金利手数料かからないんだったらどうだろうね、 iPhone だったらぶっちゃけ48回ぐらいまでは全然ありなんじゃないかなと思うんだよ。で考えると一応36回で割るとどうでしょうか。3883円で購入することができるって形になってる。なんかこう分割で見るとさ、まあ、そこまで高い金額じゃないかなというふうに、まあ、騙されやすい金額になってるよね騙されやすいというか、まあ、実際問題そんなもんだと思うんだけど、なんで、まあ、ルルカが15に変えてタイプ C になると、あと容量が増えるっていうことを実現するために必要なのはこの金額って形になってます。じゃあこのね3883円払って iPhone15 買うべきなのかっていうところで、まあ、その過去のねルルカの iPhone12 を使った感想をねちょっとお話しようかなと思うんだけど、はい、iPhone 最強説っていうことで、今さっきからね話が出ているんですけど、ルルカこれ今 iPhone12 撮影しているのを買ってから、まあ、毎日利用しているんですけれど、2年半経って、ね、2年半以上使ったんですけど、不満点がぶっちゃけ容量不足以外ないんですよ。iPhone 使っててもっとなんかさ不満点って出てくるかなっていう部分あると思うんだけど、それこそ電池持ちが悪くなるとか、まあ電池持ちも多少悪くなってるのかもしれないけど、そこまで感じるほど電池が持たなくなったっていうのも感じないし、アプリとかも使ってもそうでもないし、今もうライブとか動画もねルルカこれで撮影とかするんですけれど、2年半経った端末だけど特に不満点がないんですよ、2年半使ってって考えていくとなんだけど、まあ、iPhone 最強とか書くとね Android ユーザーに怒られるかもしれないんだけど、まあ、ルルカのあくまで使い方だよね。 iPhone では使うことができないアプリがあるから Android が使いたい、そりゃそうで Android 使うしかないよ、 iPhone で使えないんだから。でもルルカは iPhone を使って満足してる人間だからね、 iPhone 使って満足してる人間がとりあえず2年半使っても全然不満点がない。でさっきの分割払いになってくるんですけれど、今現状で2年半使っても問題なくて、多分ねこっからあと半年使ってもまあまあなんか不満点が出ることはないんじゃないかなと思う。なんでこっから iPhone15 を購入することによって多分3年間不満なく使うことができると思うんだよね。要は3000円ちょい使って不満なく iPhone を使うことができるって考えると、もうルルカ的にはありなんじゃないかなっていう、もうすごいよね、もう強引、なんか自分が買う言い訳なんでしょうがないよね。ルルカは今 iPhone15 は買いたいと思っている。ただぶっちゃけ iPhone12 でも問題ない状態になっている。さっきも出てるように、だって2年半使っても不満がないんだもん。この2年半使って不満が出てきたら買えばいい話じゃん。でも不満がないの。でも逆に言えば3年間近く不満なく使える端末だったら13万とか14万出して分割で払ってっても、しかもその分割払ってる期間に関してはちゃんと使うことができる。まあ、もちろんね電気製品なんで途中で壊れちゃうこともあるかもしれない。ただルルカは iPhone3GS から使っているんですけど、自分が使ってる期間中に iPhone が使えなくなったことないんだよ。まあ、もちろんね使えなくなったことがある人もいると思うんで、まあ何とも言えないんだけど、ルルカは使えなくなったことないの。 iPad とかも含めても少なくてもこのぐらいの期間、3年間とかの期間で壊れたことって1回もないんだよ。だからさ Apple Care 入るのやめちゃったんだけど、本当一番最初の頃は Apple Care ビビってさ、 iPhone って高いじゃん、まあまあ高かったりするから怖いし使おうかなとか思ったんだけど、もう全然壊れないし3年間使えるって考えるのであれば、まあ、ルルカ的には iPhone15 ぶっちゃけ魅力ないっすね。なんだろう、 iPhone 新しいのが出たぞ、どうしても買いたいぞっていう意欲はない。
基本的に。だってさっき言ったように変わった部分が、まあ、ダイナミックアイランドっていうのが使うことができるようになったりとか、まあ、チップがいいのになったことによって、まあ、ちょっとサクサク動く。でボタン1個でなんかやってくれるのがついたりとか、本体自体はほとんど変わらないんだけど、まあ、カメラとかね、カメラもちょっと性能が良くなったり、ソフトウェアの部分だよね。ハードっていうよりも中の内部的なものが良くなってて、でその内部のソフト的なものを使うためには新しい端末じゃないとスペック的に無理だよっていうことになってきてるみたいな感じ。だからもう外部的にはあんまさ変更点ないんだろうね。だから今回もさもうちょっとなんかあるかなと思ったんだけど、本当にタイプ C に変わったぐらいしか変わりないし、まあ、しかもタイプ C に関してもルルカは今回 iPhone 15を買おうと思ってんだよ。 iPhone 15 Pro と15が出るんだけど、15はタイプ C が汎用型というかちょっと一世代前のやつで、 Pro だけはいいやつっていうので、なんかこの辺に関してもなんか iPhone に関して iPhone というか、まあ、Apple に対してやってる中はもちろんあるんだよね。もちろんあるんだけど、まあ、結局3年間満足して使うことができる端末をもうずっと使い続けてるからありなんじゃないかなと思う。3年で払うんだったら分割だと3883円で持てる。まあ一応ね、まあ、容量欲しいなって人だと512だと4700円か。でここもねちょっとあるよね。もうこの容量がさどんどんバグってきてる時代、まあ、ルルカ 4K 撮影とかしないんだけど、多分 4K 撮影とかする人だったら、ね、容量2ごろじゃ足りないと思うんだよね。だから512とか行かなきゃいけないと思うんだけど、この256のために値段が3万上がるんだよ。この辺どうなのかなだけどっていうところで、まあ、ルルカは今 iPhone15 を買おうと思っています。皆さん的にはどう思いますか？聞いてる限りだと多分なんだけど、ルルカは iPhone15 を購入しなくても iPhone13だったりとか iPhone14 とかの多分2頃モデルを買えば、またそこから3年間問題なく使えると思う。まあ2頃なり512、まあそれこそ iPhone15 が出ることによって多少なりではあると思うけど、14だったり13が値下がりされるじゃん。その値下がりされた分を512とかにすることによって、逆に満足度が増す説まであるよね、ぶっちゃけ。なんで、まあそこだけちょっと皆さんにどう思いますかっていう。ルルカは15を買うべきなの？15だったら2頃モデル買おうと思ってるんだけど、もう1個上の512モデルとかを買った方がいいのかなみたいな。そこだけちょっとね相談したいなとか思ってる部分ではあるんだけど、であと購入方法なんだけど、今一応お話してたのがペイディ、アップルストアで普通に使うことができるローンで、まあ、ルルカね今までオリコローンっていうのを使ってたの。オリコちゃん知ってるかな、まあ、ルルカは生涯で唯一分割で使ったのもオリコだけなんだけど、過去に iPhone 購入するとき、あと今画面に映ってるんだけど iPad Air 4、これもね分割で買って、もう全部完済終わってるんだけど、一つだけまだ完済終わってなくて、さっきから出て MacBook Pro ちょっとお話出したと思うんだけど、 MacBook Pro だけが今まだ返済途中で、今ね多分1年半払ってて、オリコローンはね24回までしか金利手数料が無料にならないもんで、24回払いにしてて、あと半年ぐらい残ってるんだよねっていう状態で、まだ一応ねローンが1個残ってる状態なんだけど、なんか今回からオリコが使えないとか使えるとかって話が出てて、であと24回払いじゃん。24回だとやっぱ負担増えるじゃんね、どうしても。っていうところでなんかペイディっていうのを使うと、まあ、36回なんで、まあ、そもそもペイディって使ったことがないんで、まあ、ルルカのローンが通るかっていうのは、一応ローン審査って10万円超えるとちょっと厳しくなるんだよね。厳しくなるんだけど、まあ、オリコは今までさ落ちたことがなかったりとか、それこそね最大確か3つローン同時に受けてたんだよ、ルルカ。白洲さんが使ってる iPhone SE2 と iPad Air 4と、多分ねギリね MacBook Pro も被ってたと思うんだよねっていう時があったから、3個ローン組んだんだけど問題なく使えたの。だからオリコだったら多分ローンは通ったと思うんだけど、でそのペイディという新しいやつなんで、ただねペイディはありがたいことに先審査らしくて、先に審査できるんだって。だから、まあ、今度とりあえず買う前に、まあ、ペディちゃんの審査を通して、そこがまあ通るかって話にはなってるんだけど、現時点では通ったら、まあ、アップルストアで購入しようかなと思ってます。まあ、このね、アップルストアで購入しようかなっていう部分で、また多分ね、別途動画でも上げるかもしれないんですけど、ぶっちゃけた話、まあ、昨日ね、発表会があったわけなんだけど、はい、こちらになるんだけど、これ楽天モバイルのね、iPhone15 の販売ページになっているんですけど、残念ながら、現状で今、ドコモも au もソフトバンクも楽天も、ドコモかしこも、iPhone15 の値段っていうのを発表していません。なんだろう、どれぐらいの値段を出すかっていう探り合いが行われてっていうのが多かったりするんで、ただただ出してないだけだと思うんだけど、基本的にね、まあ、知ってる方も多いと思うんだけど、キャリアで買うと Apple Store で買うより高くなってくるんだよ。多分一番安いモデルとかでも数万レベル、1万2万は多分違うと思うんだよね。でまあ Pro Max とかになってくると4、5万とかの差出てくると思うんだよ、 Apple Store で買うよりも。ってなってくるから、ルルカはもう基本的に、昔はねロックかかってて Apple Store よりも高かったんで、まあ、間違いなく、まあ、ストアで買った方がいいよって話だったんだけど、まあ、今はね一応キャリアさんたちも SIM フリーのものを出してるし、まあ、今画面に出してるね楽天モバイルとかもそもそもが SIM フリーだったりとかするんで、基本的に、まあ、問題なく買えば使うことができるんだけど、基本的にキャリアで買うと高額になる。今までね、まあ、高く売っていたんで、改めてね
ちょっとさすがにアップルストア公式だからね。ね、今転売転売騒がれてる中、アップルという公式が出してるものよりも高く売るのはどうなのかなと思って、ね、端末の値段を下げてくれてね、同じ値段とかで出てきたらキャリアで購入するかもしれないんですけれど、まあ基本的にはルルカはなんでキャリアで買った方が高くなると思うので、アップルストアで買おうかなと思ってます。まあ、ただしなんだけど、他のキャリアが高い中で、一応いつも楽天モバイルが最安で iPhone を販売するんだよね。で、一応キャリアで買う利点があって、キャリアで買った場合に関しては48回まで金利手数料が無料になるんですよ。ね、さっきのペイディは36回。そしてキャリアは48回。ただキャリアで購入するとさっき言ったように、多分一番安いモデルでも1万円から数万円値段が高くて、高いモデルだと5、6万とかも平気で高くなってきちゃう。そんな高い金額払うんだったら、もう他のところで金利手数料払って買うの変わんないからさ、意味がないんだけど、楽天モバイルは多分限りなくアップルストアに近い金額で売るんじゃないかなと思うので、ルルカの中でワンチャンキャリアで購入するとするのであれば、楽天モバイルが値段が他よりも安かったら、48回払いはちょっとワンチャンかなとか思ってる。一応ね、楽天で購入する場合に関しては楽天カードがないと48回できないのかなだったんだけど、マルルカに関してはね、48回払いも対応してるんで、楽天カード持ってるんで、購入方法だけちょっと考えてる。まあ、ドコモ、au、ソフトバンクに関しては例年通り高くなると思う。基本的に多分あの3キャリアが安くなると思ってる人はいないと思うんだよね。もちろんね、高くても買う人はいるんで、まあまあそれはそれでいいんじゃないかなと思うし、まあこれで売れなかったらその後はね、一応総務省さんが携帯電話の割引に関してのやつが、今が2万2000円までしか割引けないんだけど、4万円まで割引 OK かなみたいなのが入ってくるみたいなんで、まあ、もしね、 iPhone があまりにも売れない場合に関しては、まあ、基本的に多分 iPhone14 とか13が、まあ、そういうのの対象になってくるんじゃないかなと思うんだけど、割引もあるんじゃないかなと思うんで、その辺も狙うのいいんじゃないかなと思うんだけど、こんな感じなんでね、ルルカ的には楽天モバイルと他のキャリアさん、まあ、値段も気になるし、アップルちゃんで基本的には買おうかなと思ってます。皆さん的にはどうでしょうかね。その辺がちょっとね、悩んでる。だからまあでもね、やっぱルルカ的には iPhone 最強じゃないかなと思って、2年半使って不満がないって結構いいよね。多分ね、俺 Android だったら不満が、まあでも Android をね、長く使ったことがないんで何とも言えないんですけど、慣れたら不満はないのかな、 Android でもね。まあ、あとあれか、色か、色もね考えてて、黒買おうかなとも思ったんだけど、水色もね、まあ悪くないかなって気もしなくもない。基本的にさ、ルルカ赤が欲しいの。なんで赤ないんだろうね。赤があったら間違いなくルルカは赤を買ってるんだよ。なぜだったら、基本的に買ってる端末は赤色だから。これもそうだし、12も赤だし、そうだから赤色がいいなとか思ったんだけど、赤色がないんよ。だから赤がなかったら青もありかなって。皆さんちなみに、もしね、 iPhone15 買おうと思ってる人とかいたら教えてください。皆さんやっぱ分割ですか？男は黙って、女の方も黙って36回払いいるのかな。なんかね、ネットを見る限りだと iPhone15 スルーって意見が非常に多いみたいね。なぜならば、まあ、Type C が通常バージョンだと劣化版が入ってるだけで、マジそこしか変わりがないから、別にね、世の中的にタイプ C じゃなきゃどうしても嫌なんて人さ、ほぼほぼいないからね。本当のガジェット好きとかじゃないとさ、ね、充電のやつがライトニングからタイプ C に全部買いたいんだよっつってもさ、結局 iPhone っての分割でさ、2年ごとに返してる人とかじゃない限り、まあ、ルルカも2年半とか3年使って、この後も使うわけよ。使うってなってくると、結局さ、過去の iPhone 使ってる時点でライトニングとはお別れできないんだよね。基本的に一気に持ってる端末が15を買うと全てタイプ C に変えてくれるよってだったらタイプ C から逃れられるけど、こっから先もこの iPhone12 だって使うし、11だって使うし、今 10R だって使うし、 iPad Air 3ね、今皆さんコメント読んでる iPad Air 3で、画面の iPad Air 4からはね、これタイプ C になってるんで、その他の端末使うんで、 iPhone だけがタイプ C になっても意味ないよね。あんま一応アクセサリーとか、今最近出てるのがさ、タイプ C のものが多いんで、タイプ C アクセサリー系がそのままね使えるっていうのは結構利点ではあるんだけど、もちろんかなと思います。あ、皆さんよかったらチャンネル登録、高評価ね。俺も私も iPhone15 買うぜとか、お前は iPhone15 じゃなくて14とか13の 512GB とか買っとけとかね、まあ、そんなご意見いただけたらなと思います。はい、そんな感じです。ちょいちょいね、ほんと迷うよね。不満がないんだよね。だから iPhone ってさ、買い時が迷うんだよね。でもこのままだと一生買えないんだよ。 iPhone 壊れるまで買い替えれないじゃん。もうちょっとなんかあったらなと思うんだよな。だからもう実質的に言うと Type-C になるしかないんだよ、今回15のいい点。ルルカそのダイナミックなんとかとか興味ねえもん。なんか iPhone 的にはそのダイナミックアイランドってやつがすごいよって話してるんだけど、そんな使うかっていう。あとカメラに関しても現状でもカメラは悪くないし、でルルカがね、ルルカチャンネル来てる人は知ってると思うんだけど、ルルカが唯一アップルのこの iPhone のカメラで不満点っていうのが、白と白のものを一緒に撮った時に片方が黄ばむんだよっていう、なんかすごい問題が昔からあるの。まあ、これはなんかうちの蛍光灯とか悪かったりとか、なんかそういう理由があったりするらしいんだけど、でもアップルのさ、発表会で毎回写真だったり動画撮る時に場所を選ばずに最高の画質で撮れるとか、最高の映像が撮れますよっていうのを売りにしてるんで、毎回 iPhone って。にもかかわらず、その
うちの蛍光灯の色が悪いのかもしれないんだけど、白と白を同時に撮ると片方が黄色になるっていうこの現象を何とかしてほしいんだけど、一切触れられないんだよね。ここがね直らない限り別にカメラに魅力は感じないなと思って、正直俺白色のものを同時に白色と一緒に撮りたいんだよっていう、なんかそのぐらいかなと思う。未だにそれができないのに、なんか場所を選ばずに綺麗に撮れるっていうドヤ顔されてもなみたいなって思いません？皆さん、わかんないけどね、場所を選ばないのに蛍光灯選ぶのって、お前それもうなんかヘリクツやんって感じじゃん。今も出るかな、黄色今もうすでに黄ばんでるかな。多分ね白いものと一緒に写すと黄ばむんだよ、片方がより白い方が白くなって片方は黄ばんじゃうの。